はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はですね、バージョン 1.11.2 に対応した砂を無限に製造です。砂を無限に増やせる装置を作ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずはですね、今これどこに向かってるかというと、エンドポータルに向かってます。はい、エンドポータルまでやってきました。ここでですね、ちょっとエンドポータルをきれいに整地しました。こんな感じで横が 1,2,3,4、 横幅9マスで、ここがですね、高さが 1,2,3,4,5,6 マスですね。高さ6マスで、このエンドポータルのど真ん中のところに、まあ、目印として今カボチャを置いてあるんですが、ここにめがけてですね、まあ、台に乗らないと届かないので、ここに乗ってここにどんどん置いていきます。そうするとどんどんこのように落ちていって、エンドポータルの向こうに転送されます。6スタック持ってきてるんですけど、とりあえず6スタック分全部いきます。はい、全部落とし終わりました。それではですね、ほいで、とう、ほら、とりあえず落とした分は全部補充できましたね。でですね、仕組みがどうなってるのかというと、この転送先の黒曜石のど真ん中、ここに1個穴を開けます。で、ここから重要なんですけど、この黒曜石の下にですね、こんな感じで同じ幅同じ長さで2ブロック分ですね、2ブロック下、3ブロック目のところに同じ、これブロックなんでもいいんですけど、同じ台を作ります。で、チェストを1個置きまして、で、ここに回収できるようにホッパーを9個並べます。で、このど真ん中に黒曜石を置いて、その上にこれなんだっけな、エンドクリスタルを置いて、その下の黒曜石を壊してしまうとですね、今ここに6スタックこちらに持ってるんですけど、さっき落としたのと同じだけの砂がですね、ここにずーっと落ちてきまして、今転送してすぐ拾った分と同じ分の砂が多分ここに入って、まだ入ってきてねえな、だんだん入ってきますね。ここに多分ほらこれだけあるので、合計でほら6スタック、同じ落としたのと同じだけの砂が増えていきます。これで倍に増えてきますので、まあ、基本的には無限に増えます。これを使ってですね、まだちょっと仕組みとして私把握してないんであれですけど、マグリーンがやってた機構かな、あの現世の方でピストンでなんかいろいろ使って押し出す機械、あれを使えばですね、今回みたいに、ね、まあ、手動でやらなくても自動で無限に増やす装置ができるんじゃないかと思います。ちょっとそれをまた勉強してですね、作ってみたいと思います。それでは今日は簡単ですけど、時間がないのでこんなところで失礼します。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。